ラングレオは、スペインアストゥリアス州のコンアストゥリアス語ではラングレウであり、カスティーリャ語名が公式名。サマ、チアーニョ、トゥイリャ、ラファルゲラ、ラベンタ、ラダ、バロス、ディアーニョの8つの教区で構成されている。ラングレオにはかつて、アストゥリアス王国の宮廷が置かれ、ラグニアム、ラングオ、ラグニオ、ランクリタス、レイギロー、ラングリードの名で知られ、ローマ人には、 ランガサイアティと呼ばれていた。一部の歴史家によれば、イスラム支配時代のヒスパニア総督ムヌサの艦隊がアストリアスで敗退し、死者はラングレオの教区ラフェルゲラに埋葬されたという。857年、オルドーニョ一世はオビエド大聖堂にラングレオ周辺を寄進した。1075年にアルフォンソ六世はラングレオ谷の残りの地域を寄進し、 現在のコンセホのほぼ全体がオビエド司教座の所有となった。しかしラングレオの貴族たちはオビエド支配に納得せず王に対して反乱を起こした。現在のラングレオの紋章にある銃の鉄兜は反乱を起こした貴族を表すものである。1338年に町特権を得たラングレオは1581年にオビエド支配から脱した。 スペイン独立戦争の際には、ナポレオン軍に占領され、カルリスタ戦争では町に火が放たれ荒廃し、歴史文書が失われた。18世紀に、アステリアスタンデンの原点となる炭鉱業が始まった。すでに19世紀には、現在のドゥロ・フェルゲラと共に、産業時代が始まっていた。ドゥロ・フェルゲラが運営するフェルゲラ工場は、国内有数の製鉄工場であった。 ラングレオ鉄道が完成し、ラングレオ谷から日本へ石炭の輸送が可能となった。スペイン第二共和世紀、ラングレオは緊張した。失業と労働者階級の悲惨な暮らしから社会不安が広まったのである。ラングレオのプロレタリアートは繰り返し共和国政府に行動を起こした。百三十四年革命でラングレオは有名となり、スペイン内戦後は非常に 経済発展し人口が増加した。1965年の人口は約7万人を数えた。ありがとうございます。